こんばんは。 BR チャンネルファッションカレッジ講師の星葉芳正です。こんばんは。アシスタント MC の寺田由紀です。ということで、星葉さん、本日が公開収録で収録する分がラストということで。そうなんですね、はい、今回はですね、新宿の伊勢丹さんの中にありますメンズ館8階の、はい、チャーリーバイス。チャーリーバイスです。はい、でお届けしております。はい、はい、じゃあちょっと気合い入れて最後やっていきたいと思いますが、はい、ラストのテーマは何でしょう。どういう男の人の下着が好きなの？はあ？いつもさ、割とファッションでもこう見えない部分の話はしないじゃない。一応それも皆さん聞きたいっていうふうにこの間僕言われたんで。何？寺田がどんな下着が好きなんだって？そう、ちょっと聞いてみたいなと思いまする。まあ、私はボクサーパンツが好きですね。ちなみに色はどういうやつが好きですか？色、まあ普通のボクサーパンツで。股上は挟め？あ、わかんない。ここに立体な感じのいろいろあるんですよ。いろいろ。ボクサーパンツってここにこうゴムがね、あるじゃないですか。ついてるついてるピーッとね。そのゴムがおしゃれなのがいいなって思いますね。例えば下は無地なのにそこにだけこう文字が入ってるとか、例えばだと色はこう暗めのやつがいいんじゃないですかね。本当に黒とか、だからゴムだけが逆に金とかでもいいんですよ。わかります？黒でそこだけ金、そういうのがおしゃれだなって。黒に金って結構オラオラ系ですよ、ね、じゃあ星葉さんの好きなパンツもじゃあ言っといてくださいよ。上はね、三角形みたいなやつが好きなんですよ。で大きさで言うとものすごいちっちゃいやつが好き。こういうポリンキーみたいなやつですけどボケなのか真実なのかが分かんないちゃいました。本当に本気で言うとザラザラしてるのダメ。レースがいっぱいついてるとかってことですか？そう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 。そうすると薄手のこういうハイゲージのニットを着てると、うん、そこにラインが出ますね、ブラのね。そうブラのラインまでもまだ分かったとしても、そこにいろいろな刺繍がついてたりするとボコボコしちゃうんですよ、うん、あれね、あんまり美しくないと思うんですね。だから割とつるんとしてるタイプの方が好きなんですよ。うん、なるほど。うん、それを妄想して楽しんでるわけですね、星葉さんは。そう。じゃあ今日のテーマを。今日のテーマ、長かったね、振りね。今日のテーマはダウンです。ダウン。はい。うん、いろいろご用意しました今日。はい、僕もね今日着てるんですけど、うん、これねムーレーっていう、この番組でも何度か紹介してるんですけど、ムーレーはこういうね細部のディテール。はい、ジッパーとか全部ね細かく作ってるんですね、うん、で素材触ってみてください。これ、うん、ものすっごい確かにナイロンでもいい感じに柔らかいですね。そうなんですよ、うん、しかも本当はあんまり言っちゃいけないんですけど、うん、世界的に有名なブランドの OEM としては作ってるブランドですね。だから非常にクオリティが高いんですね、うん、これムーレーのダウンベースです。これはねさっきよりこう結構しっかりして、うん、でも中に入ってるダウンですか、うん、がすごく柔らかいんだなっていうのが、はい、押せばすごく伝わってくる感じです。ね、これちなみにネイビーもあります。これダウンベストのシリーズ。それからこれは N3B って言いましてちょっと軍物っぽい感じですね。これまたすごくたくさん入ってますね。たくさん入ってますね。ね、はい。このワフワフ触ってくださいこれ。ああ、いい。しっかりめのモフモフですね。モフモフですね。うん。うんでこれは同じ形ですね、全くね、の色違いです。色違い。はい。ムーレは着るだけで非常にまあラグジュアリーに見せてくれるんで、うん、この数年すごく売れてるブランドですね。うん、はい。その次はですね、これはヘルノですね。珍しい、見たことないこれ。そうですね、バイカラーですね、グレーと黒を使ってるタイプですね。うん、はい。うん、ナイロンのタッチ触ってください。あ、これまた全然違う。でも柔らかいんですよ、すごく。柔らかい。同じように。これもヘル。これはね軽さなんですよ。軽い。これは軽い。本当に柔らかくて本当にいいダウンだなって感じするでしょこれ。します。ヘルノもイタリアの高級ブランドなんですね。非常に人気があります。そして今人気が上がってきているデュペチカです。デュペチカ。はい。結構しっかりした感じですけど。ちょっとスポーティーですね。はい。はい。そして黒のダウンなんですけどこれもデュペチカですね。うん、そしてラストは。同じデュペチカのダウンのベストですね、はい、でフード付きというここまで来たので、はい、今日はもうこれを最後に、はいコーディネートの試験をですね、うん、この集大成をここで見せてほしいなと思います、はい、で推しニットセッテフィーリカシミヤのクルーネックのニット、うん、そして寺田が選んだダノーネのミドルゲージのニット、うん、僕が選んだベージュのカシミヤのタートルネックのニット、はい、それからグレーのクルーネックのニット、はいこれに合うコーディネートをあ、これもベストマッチでいきましょうかね。わかりました。ダメだったら0か25。よろしくお願いします。Thinking time。よし。ですね。これからいきます。はい。これってすごくラグジュアリーな感じがするんです。うん、だから、うん、そういうラグジュアリー的に作った方がいいと思うんですよ。うん、これにします。はい。はい。これスポーツミックスだって言ってたんで。うん、これカジュアル寄りだし、素材感、そうですよね、素材感ね、色ね、機能、すべてを鑑みるのことが大事ですね。はい、わかりました。よし、やっぱ第一印象でいきます。これはこれ、はい、わかりました。はい、そしてで、これ中、こっちかな、この選択もあるのかな。よし、一か八か。はい。これでいきます。いきましょうか。はい。はい。じゃあ順番に行きましょう。はい。これからいきますか。はい。これはね、非常にいい選択でした。お。このカシミヤの色、ニットの色とこのグレージュのダウン、非常にいい組み合わせなんですけど、惜しいですね。いや、ここまでは合ってたんですよ。タートルネックじゃないですか。はい。タートルネックにここまではいらないと思うんですよね。なるほど。だから。実際は、あ、じゃあもうおのずと最後も不正解じゃん。これが最初のコーディネートの一番目、ね、だから最初のそうですね、0点でしたね。0点か、はい、じゃあこれかけときます。続いてこれは難しいですよ。これで何色使ってると思います？だってこれで1色でしょ、はい、で白で2色、黒で3色、うん、その時点でもう3色になっちゃってるんですよ。だからなるべくここは色をとどめておかなくちゃダメだったんですね。もう一色のものの方が良かったと。なるほど。でしかもこのニットってミニマルなスタイルに合うんですね。はい、ミニマル。なるべくシンプルに装ってあげた方がいいので。なるほど。なのでできればだったらそうですね。この辺かなんかがすごく見てください。実はファーと合うんですね。本当だ。見逃していた。よく見なくちゃいけないんです。っていうのはそういうところなんですね。はい、じゃあこれも。0点ですね。はい。くそ。で余ってるニットこの2つありますけど。だってもうこれ0点ですもん。そうですよね。もう使っちゃってるから。これのベストマッチは？ベストマッチは一番最初に使ったムーレーの逆か。はい。これはなぜか。はい。やっぱりタートルネックじゃない分この辺がやっぱり寒い。そう。そこでこうするとすっきりしてクルーネックで見えて小顔に見えるということですね。大事ですね。これがベストマッチです。だからこれも。0点。はい、そしてラスト、もうこれが外れたらもう私は立ち直れないです。で同じ考え方でいって、はい、これは全く一緒なんですね。だから点数はこれ25点です。かろうじて、まあ、はい、でも、うん、理由はわかるでしょ。わかります。素材感とかね、色ももちろん大事なんだけど、形という、それがね、機能性という言葉で置き換えたんですけど、うん、機能性も考えた上でお選びになると、そうですね、いいんじゃないかなということですね。じゃあかけましょうか。はい、ファッションってすごく実はデリケートで、うん、そういうディテールの積み重ねによってコーディネートっていうのは決まっていくんですね。いや、これ本当見落としがちですもんね。このファーの色と色合いとかね、うん、普通なんかボディとかさ、そういうことだけで考えちゃうじゃない、うん、なんかこのナイロンの色とこれが合ってるんじゃないかとか、うん、それだけじゃなくて違う部分にも目を向けていくと、実はすごくいいコーディネートができるということですね。なるほど。はい、じゃあ皆さんニットとですね、合わせるダウンも形とかね、はい、気にして見ながらぜひダウンも選んでみてもらえたらと思います。はい、はい、ということで干場さん、はい、コメント欄にいただいていた質問に今日も答えていただきたいと、はい、はい、思うんですけれども、はい、干場さんに憧れている20歳の方からいただきました。20歳の子でも僕に憧れるの？憧れてるんですよ。クラシックをベースとした着こなしで、若い人でも似合う着こなしを教えてくださいと。はい、クラシックベースだったらジャケット持ってなくちゃダメですよ、やっぱり。20歳でもジャケット着る、もう着ちゃう、うん、ネイビージャケット。若々しさとクラシックを混ぜるのであれば、白いシャツ、ジーンズにネイビージャケットです。なるほど、はい、ジーンズでいいんですね。ジーンズのいい形のやつ、これは年齢問わずに一番男の人のベーシックなスタイルなんで、うん、かっこいいと思いますね。なるほど、ぜひ参考にしてみてください。ということで、じゃあ最後に告知をして大丈夫ですか？はい、もちろん。はい、12月27日から30日まで、そして1月の6日から15日までですね、新宿村ライブというところで人狼座ライブプレイングシアターという舞台に出ます。結末がわからないたった一度の物語、舞台上でガチで人狼をやります。なのでぜひ皆さん見に来てください。そして干場さんも。僕も2冊目の本ができますので、ぜひ皆さん買ってください。色気について語ってるんで、ぜひ。買ってください。はい、ということでご紹介したアイテムすべてはですね BR オンラインでご購入できますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。あ、ゆきお待たせみたいな、みたいな感じで。寒くない？あ、ちょっと寒いかも。これを。ああ、まさか。これハグされても OK でしょ、これなら。いや、むしろしてほしい。エロ温かい感じでしょ。あ、エロ温かい。ラグジュアリーって一言で言っても、例えばこういうところでご飯をしたりとか、経験をすることこそラグジュアリーっていう方向にだいぶ変わってきてるんですよ、世の中が。はあ。